海青橋は、福島県北方市、道県川沼郡合津番下町にまたがる道路橋である。北方市と合津番下町を隔てる一級河川長川を渡り、福島県道21号北方合津番下線を通す。北詰めは、北方市塩川町海地付近、南詰めは、川沼郡合津番下町、青木付近に位置する。 橋の東側で阿賀川に東川が合流しているほか、周辺には亀が森古墳などがある。現在の橋梁は2004年に竣工した長さ388.3メートル、幅15メートルの鋼桁橋である。また、1937年に架橋された旧橋梁は長さ348.5メートル、幅5.5メートルの RC ゲルバー橋であった。 青橋河橋に至るまでは、付近の阿賀川では、私が使われていた。その後、1929年に、船橋が生まれた後、1937年12月12日に、R.C. ゲルバー橋が架橋される。この橋は、阿賀川に架かる橋の中で、蟹川橋及び高田橋に、次長さを持っていたほか、昭和50年代においては現在と同じく主要。 地方道北方藍津番毛線の橋梁であった。先に示したように、旧橋梁は北方市と藍津番毛町を結ぶ主要地方道の一部として利用されていたが、橋梁の老朽化及び、福音の狭さと歩道が設置されていたことを理由として、掛け替えがなされ、1996年の事業化、その後の掛け替え事業の後に2006年に、桁橋の新橋梁が完成した。 また、海・青橋南側の県道21号北方、合津番下線は、橋梁と同じく道幅が狭いこと、歩道が設置されていないことなどを理由として、青木ワイパスとして整備がなされており、2007年3月30日に一部、開通した。ありがとうございます。